塩幸太郎の押しても引いても。こんばんは、塩幸太郎です。そしてこんばんは、南香織です。あ、ベストアルバムまであと1ヶ月切ってるんじゃない、リリースまで。そうかも。そうだよ、5月2日リリースだもの、うん、5月2日ですよ、はい、嬉しいね。塩幸太郎さんが今年10周年を迎えられるにあたってのベストアルバムがリリースになるのですね。2枚組です、うん、あのバラードサイドと、はい、アッパーサイドって分けて、うん、だから一つはこうアップテンポでね、うんうん、士気を高めようと。ほうほう。でバラードサイドでぐっと寝てもらおうと。ね、寝る？穏やかな。まあでも寝るぐらい気持ちいいってことだもんね。リラックスしてもらおうと、うん、これ最初からもう分けようって決めてたんですか？なんか分けんのもありかなと。今まで僕どっちかっていうと幕の内弁当的な作りだったんでね、うん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 、アップがあってバラードがあってっていう、うんうん、だからすごいこうジャンル分けみたいなちょっとカテゴリー分けしたので、うん、ちょっとこうバラードサイドは特にこう、もう癒しって感じのアルバムになったんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん、確かにそうだよね、10曲単位でそれが集まってたことないもんね、うん、塩さんのアルバムとかでね。僕はヒーリングミュージックがすごい好きでね、うん、で CD をかけ、なんかかけてなんかこうあるじゃないですか、アロマのオイルかなんかやったりとか、ちょっとこうね、クラーク感染症みたいな、その時のかける音楽も、うんうん、ね、シンセサイドのこうずーっとこう、波の音が若干入ったりなんかして、ね、そういうの好きじゃないですか、はいはい、そういう CD 作りたいなと思って、その時にそのバラードサイド作った時、あ、これはいいかも、そういうような作りにしたんですけど ね。でもベストアルバムやけど、もちろんみんなほとんどが新しく録音し直してるし、はい、そうですね、あとは新曲も入ってるんだもんね。もうね、ほぼニューアルバムですよ、これ。いや、私労力的にはニューアルバムだと思います。だいぶ違う？そう、例えば10年前にレコーディングした曲を10年ぶりに弾くと、うん、だいぶこう気持ち的にもテクニック的にも変わってきてるだろうしね。そうそう、あの時勢いだけで弾いたものがやっぱもうちょっとこうそうじゃない表現の仕方があるかなっていう、うん、今の弾き方があってすごい面白かったですけどね、やってみて、うん、なんかすごいあのインタビュー番組でお塩さんにインタビューしてるの懐かしい感じだった今。ということでお塩さん、そのバラードサイドに入ってる曲がですね、うん、マザーというタイトルで、この番組でも一度聞いていただいたんですけども、はい、この間のファンクラブイベントに遊びに行った時にですね、はい、あれ何プロモーションビデオなの？流れたのは。そう、あれでこう映像を作ろうと、まあ僕のマザーっていうのはそのね、母なる大地のマザーであったりとか、うん、本当に自分の親っていう、うん、そういうもうちょっとこうテーマは大きいんですけど、まあその一部で本当にこう親子の愛情をこうフィルムにしてもらった。はい、のを見てもらったんです。ショートストーリーのイメージフィルムがすごくこれが素敵で、これはみんなは CD 買ったらついてきて見られるのかな、あれ。そうですね。ね、初回限定です多分。うん、見れるの。これね、ぜひちょっとね見てほしいです。うん、うん、なんかキューって切ない気持ちになります。私あのイベントが終わった後にすぐママにメールしましたもん。あ、なんか用はないけどねみたいな。そうなんです。そんな気分にさせる。ちょっとそういうショートフィルムです。もう作ったんですよ。ねえ、ね。はい。ちょっとそれはもうちょっと待っていただいて、うん、じゃあ番組としては曲をちょっと聞いていただく。うん。うん、では聞いてもらいましょう。うん、すごいこの曲弾いてても気持ちいいんですよ、なんか。で、やっぱり優しい気持ちになれるっていうか。うんうん、まあまあ聞いてもらいましょう。塩幸太郎で、うん、マザー。5月2日にリリースになります、塩幸太郎さん、10th Anniversary Best Album 2枚組の中から新曲です。マザー、お届けいたしました。この間生で初めて聴きましたけど、そう、聴いてる方もなんか柔らかい幸せな気持ちになるわ、これ。ね、リリースまで皆さんもうちょっと待っといてください。はい、さあ、押し引き、今夜のゲストは、泉彩菜さんです。塩幸太郎の押しても引いても、大阪府出身アコースティックギタリスト塩幸太郎と奈良県出身シャベリスト南香織が MBS ラジオからお送りしています。さあ今夜はですね、スタジオにとても可愛らしいお客様をお迎えしております。なんと泉彩菜さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと3月14日にデビューしたばかりでございます。ああ、はい、デビューおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ21です。21歳はい、ね、若い21歳。この時間大丈夫ですか？今も夜中ですけど。大丈夫です。全然元気です。大人や大人。さすがやね。ねえ、ね、どうですか、デビューしてまだもちろん1ヶ月経ってないわけですけど、はい、うん、こう今までの生活とね、うん、変わったりとか気持ち的に、やっぱ最初はデビューが決まった時は、うん、あ、デビューできるんやって思ったんですけど、うん、やっぱり CD を出してもまだそんなに自分的には、うん、実感が湧かないっていうんですか、うん、なんかでも
ライブをしていくにつれてだんだんこうファンになりましたとか言ってくださる方がいて、少しずつ今実感が湧いてきてる段階って感じです。あ、はい、そういうものなんよ。だから CD ショップ行ったらね、あやなちゃんの CD が並んでる実感わかへんそれで。CD屋とか行って見た時は、うん、並んでるって感動したんですけど、うん、果たして買ってくれてる人がいるのかっていう不安とかが。あ、そうか。とりあえず私買っとこうかなみたいな。今お財布にいくらあるかみたいな。僕もね、そうやったら、あの、あ、そう？なんか CD 屋さん読んの怖かったんですよ、なんか。そうなの？どうしようとか、なんか視聴器の置かれた日にはさ、うん、なんか飛ばされたりして、うわ、飛ばされた、今一曲飛ばされたみたいな、ちゃんと聞いてないみたいなね。そんな、ね、シャイなんですよ。そうそう。だから、わかるね、うん、でも例えばブログにコメント寄せてくれたりとか、はい、ライブに目の前にこうファンの方がいらっしゃって、はい、じわじわと、あ、聞いてくれてるんだっていう、うん、そうですね、そのなんていうんですかね、私オリジナル曲で全部出してるので、うん、それを褒めていただけたりとかすると、うん、あ、聞いてくれてるんやなっていう実感が湧いてきて、うん、もっといい曲頑張って作ろうっていうふうに思えますね。なるほど、はい、あ、それが活力源になるわけですね、はい、そうです。今関西弁出ましたけど、なんと関西出身、大阪在住でございます。いや、サッカー出てますよね。そう ね、結構バリバリ関西人、バリバリに出してます。デビューのきっかけって何だったんですか？デビューのきっかけは、私専門学校にいてたんですけど、うん、はい、専門学校入学してすぐにですね、うん、あのフマキラーさんとミュージックジャパン TV さんと、うん、あと ABEX が、うん、3社が、タッグを組んで、うん、女性ボーカリスト発掘オーディションっていうのがあったんですよ。ほうほうほう。で、それを、あ、これはチャンスやから受けようと思って受けさせてもらって、うん、そのままこう最終までいい感じに行ってグランプリをいただいたっていうのがきっかけで、うんうん、で、あと約2年間ぐらい今まであったんですけど、うん、その中でこう弾き語りを頑張って練習しなさいだとか、うん、こう課題をいろいろもらって、うん、やっと今デビューに至ったっていう感じです。はい、即デビューとかじゃなくて、だって修行期間があんねんね。2000人でしょこれ。そう、2000人を超える女性ボーカリスト発掘プロジェクトでグランプリですよ、うん、2000分の1ですよ、ね、しかも圧倒的な人気でグランプリなんですよ。いやすごいですねこれ。そう、もうちっちゃい頃から歌手になりたかったんですか？うん、歌は好きだったんですけど、うん、小学校ぐらいですかね、急になんか、あ、歌手になりたいっていきなり思って。なんかきっかけなく？いや、なんかテレビで、うん、あの音楽番組を見てたら、うん、この人たちかっこいいなっていろんな歌手の人を見て、その時は多分スピードさんとかですかね、私の世代だと。スピードか。ああ、そうか。え、でもそれでもだいぶ前ですもんね。なんか歌って踊れるような、うん、こう。その時はすごいかっこいいと思って、うん、で、普通に立って歌ってる人たちもかっこいいなって思って、あ、なりたいと。そうです。もう私もここに絶対立ちたいって急に思って、うん、で、養成所みたいなところを探して、うん、お母さんに行かしてもらってっていう感じで、うん、はい。また小学校だよね、その時。小学校の4、5年生ぐらいでしたね、多分。すごい行動力じゃない、はい、お嬢さん、これ。すごいわ、やっぱりね。で、今はあれじゃないですか、その、はい、ピアノと歌のスタイルじゃないですか。はい、そうです。ね、はい、それ、そのスタイルをしようと思ったのは、はい、思ったというか、最初は、うん、あの、ABEX の方に、弾き語りしてみないみたいな感じで。そうか、はい。だから、いろいろ選択肢があったよね。そうなんです。私は、勝手に自分の理想の中では、ハンドマイクで、立って歌うっていう理想があったんですけど、なんか自分がオリジナル曲を作れるとか思ってなくて、だけど、あ、そうかそうか、歌手っていう。そうです、そうです。提供してもらうというか、こう、いろんな人と一緒に作って、で、そのバンドの人が演奏して、はい。そういうイメージだったんですけど、自分がその楽器をできないので、だけど1ヶ月時間あげるから、はっ1ヶ月、はい、そうです、1ヶ月時間あげるから5曲を弾き語りでできるようになってこいって言われて。すごいな、すごいスパルタやね。だけどそれをやっぱクリアしたら自分もなんか自信持てるかなって思って、わかりましたって即答して、はい、1ヶ月頑張りました。で、実際自信持てた？自信持ててません。いやいやいや。自信持てたと思うよ。だってすごい、すごい武器やもんだって、その楽器が弾けるっていうのは。実際だから本当にもうマイクで本当に歌しか歌えないアーティストは全然強いですよ、やっぱりその楽器があると。ねえ。え、私なんか勝手に、ちっちゃい頃から詩を書いたりね、曲作ったりとかね、ずっとしてきたのかと思ってたの。ってことは本当最近そのスタイルなんだったってことですよね。弾き語りを本格的に、初めてからまだ1年経ってないので、わー、もうすぐ1年って感じです。はい。わー、すごいね。びっくりするわ、その、
根性の源は何なんだろう、うん、ガッツの。いや、やっぱりデビューが待ってるって自分で思い込んで頑張りましたね。うんうん、ああ、そうか。うん、まあ、やっぱね、やっぱその思いがね、うん、やっぱここまで、ね、彼女連れてってくれるわけですよ。ね、そうだね、うん。さあ、ちょっということでですね、まあ、もちろん初登場なので、はい、泉彩菜ちゃんがどういう歌声の持ち主かというのは、うん、はい、知らない方の方が多いので、うん、この番組はセッションをしていただくという配慮になりまして、はい、で、僕はあの今日あのもちろんね、はい、この泉彩菜さんのオリジナル曲がものすごく好きなんです、この笑って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 、ありがとうございます。すごい好きで、でもあのせっかくセッションするから、はい、ちょっとここはこう別の一面のね、カバー曲やったらどうなんやろうと思ったら、そしたら彩菜さんもそのカバー曲この辺できますっていうのがあって、そして見つけたのがそのオフコースの言葉にできない、あ、これは僕の世代でもすごい好きで、うんうん、オフコースの曲は、うん、オフコース好きなんですか？あの、小田和正さんがすごい好きで、あ、私あの結構その70年代とか80年代の邦楽がすごい好きなんですよ、はいはい、そのきっかけが小田和正さんだったので、うん、お父さんが聞いてたとかそんな、いや全然違いますね、す、はい、急にテレビでよくやってるじゃないですか、うん、70年代ランキングとか、うん、そういうのを見た時に、懐かしの、そうそうそうですね、うん、そう見た時にあ、かっこいいと思って、小田さんかっこいいと、そうです、もうそこから小田さんばっかりに、で小田さんの曲で、はい、これオフコースの名曲ですよ、ねえ、はい、そうですよ、みんな知ってるもんね、うん、これちょっとなんかギターとピアノと弾き語りで、はい、なんか最初ちょっと僕のギターだけでやる感じで、なんか途中からなんかピアノ入るみたいな、はい、そんな感じでやってみる、はい、そうですね、よちょっとじゃあちょっと中に書いてのお、あやなちゃん中に、はい、ではこれやってみましょう、初セッションです、はい、泉あやなちゃんと塩幸太郎さん、言葉にできない、ララ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 
一緒にあやなちゃんの歌声と弾いてて、いや僕はもうだからちょっとぜひそのいっぺん最初だけ、もともとピアノのスタイルなんやけど、ちょっとギターだけでも歌ってもらって、その、うん、なんかね、うん、この限られた時間の中でこう、はい、違う、ね、泉あやなの声の聞こえ方が変わってくるんじゃないかなと、うんうん、ね、だいぶ変わってね、途中から入る感じがかっこいいなと思って、そう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 、うん、いろんな角度からあの泉あやなちゃんの魅力を皆さんも弾けたセッションだったんじゃないかと思いますが、うん、ね、ありがとうございます。さっきそのスパルタでね、はい、作詞曲やったって話がしたんですが、うん、はい、実はインターネットでラジオをやってらっしゃってですね、ラジオやってね、もう1年ぐらい続いてるんですけども、うん、ミュージックファンファンっていう番組で、うん、ミュージックファンファン、はい、なんどうやってオープニング喋んの？私は普通に先に男性の方が2人いるんですけど、まず1人目の方がこんばんは、ないないでーす、で次に私がこんばんは、あやなでーすっていう感じだけです、最初は。なんかでもタイトルコールないの？あ、それはもう最初に入ったやつがあって、入ったやつどうなん、どんなん入ったミュージックファンファンみたいな感じで、あやなちゃんが言ってんの？それ言ってません。違う人が言ってんの？違う方がやってくれて、そうだやん、でもそこでね、毎週作詞作曲のコーナー担当してるんですよ。あ、そうなんです。新曲毎週作るってことだよね。毎週1曲、はい、すごいな。じゃあ今日はこんな曲、こんな気持ちの曲やりますとか言って、あ、そんな感じです、説明をして、じゃあ歌いますみたいな感じでやってます、はい、でもそのたくさんの曲の中で3月14日この後聴いていただくその「笑って、うん、笑って」という曲でデビューなんですが、うん、はい、これはその作る前にどういう気持ちで取り組んだんですか？ですね、これは急になんか、あ、曲作ろうって急に思ったんですよ、うん、で10分ぐらいでできた曲なんです。10分でできたんこれ。そうなんだ、すごいキャッチーやんこれ。ね、そうだよね。でもなんか降りてきたわけだな、作ろうって思って。そういう時がたまにやっぱあって、あ、なんか今いい感じの、自分の中でいい感じのメロディーできたと思って、すぐキーボードに向かって10分ぐらいでとりあえず作ったみたいな感じだったんですけど、意外と好評で、いやーすごい良かったこの曲。あ、本当ですか、ありがとうございます。いや、だから10分で言われてもさらにびっくりよ。びっくりやね。俺どうしたらいいの？いや翔さんだっていつもマスター幸太郎はすぐ作ってじゃないですか。いや、こんな、だってすごいね、なんかすごく楽しくウキウキ笑って笑ってって何回も言ってくれるから、笑って笑ってって言われたらもう笑わなしゃあないやん。
お兄さんそんな気分に。そういう気分になる曲ですよ、だから。だからすごいこう考えて考えてこう作り込んだのかなと思ったんです、僕は。やっぱり、うん、すごいキャッチな曲ってすごく考える時があるから、どうしても。そうかなと思ったんですけど、いやー、そうね。10分でできる時はできるね。そうです、できる時はできる、ね。できない時はできない。10年かかってもできない。こともある。こともある。で、多分これから先ね、泉彩乃さん、いろんなところで生声聞くチャンスあると思うんですが、うん、近いところではですね、4月28日、今月末なんですが、はいはい、歌姫パワー2012ボリューム3という、イベントライブがございまして、これ本町のマザーポップコーンで行われるんですが、ここに彩乃ちゃん出演にします。はい。はい。ということなんで、ちょっと生歌を聴きに来てほしいなという感じです、よろしくお願いいたしますね。ね、ぜひ、はい、笑って笑っても聴けるんですか、その時に。バッチリ聴けます。バッチリ聴けるんです。はい。聞いてください、もう。で、その他愛菜ちゃん最新情報はですね、ご本人のブログをチェックしてほしいと思います。はい、じゃあまあせっかくデビューしたてで来るっていうのは今回が最初最後です。はい、次はもう2曲目とか3曲目になるので、はい、デビューしたての愛菜ちゃんから、はい、リスナーの皆さんにちょっとメッセージなどいただけると嬉しいな。はい。私はですね、やっぱりオリジナル曲を作っていて、正直こう自分で本当にいい歌なのかとか思うんですけど、最近こう周りの方たちもみんないい歌だねとかいい歌詞だねとか泣きましたとか言ってくる方とかいて、そこで初めて自分がこんな音楽を届けたいんやって思うことができたので、もっとそういういい歌詞で皆さんにいいと思っていただけるような元気と笑顔を与えられるような歌を作っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひぜひ。さあ、じゃあその翔さんも大好きな、ね、うん、笑って笑って、そのオリジナル曲を10分でできたという、はい、名曲を聴いてもらいましょう。はい、聴きながらお別れしたいと思います。今夜のゲスト泉彩乃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。